少なくとも3日くらいの間は甘いものを見たくないぜ。ケイチ君頑張りすぎだったもんね。女の子には胃袋が4つくらいあるんじゃねえか。デザート用に確実に1つは余計にあるに違いない。まあレディーになんたる暴言ですの。そんなこと余計言ったにはこうでございますことよ。やめて。お腹は押さないで。中身がはみ出る。やめろ、お前ら血とか涙とかはねえのかよ。千載一遇のチャンスを見逃す私と思いまして。ねえ、ケイチの膨らんだポンポンが大変なのですよ。ケイチくんのぽよぽよのポンポンかわいいよ。やめろ、お前ら。ちゃんとその愉快な仲間の皆さん、こんにちはです。お、しーちゃんだ。こんにちは。あれれ、今日はお店にいなかったよね。私、今日は夜のシフトなんです。さっき来て着替えたばかりですよ。それはそうと、お前よくその格好で店の外に出られるな。大したことないですよ。あられもない姿で村中を練り歩いた誰かさんよりは恥ずかしくないです。それはそうと、今日は皆さんだいぶ大暴れしたらしいですね。まあね、いつもの部活になっちゃった以上ね。店内とんでもないことになってましたからね。お姉も責任を感じたようで、みんなに混じって掃除をやってます。やっぱり私たちも掃除に加わった方が良かったんじゃありませんの。ああ、それはお気遣い無用です。さすがにお客様に掃除はさせられませんから。そもそも一番散らかしたのはミー本人だと思いますです。
それでお姉から伝言です。皆さんは先に帰っててくれていいそうです。いいよ、待ってるよ。ねえみんな、手伝えないならせめて終わるのを待ってるよ。帰っていいからって言って先に帰るとあいつ寂しがると思うからな。ほう、ケイちゃんも日進月歩、少しは成長するんですね。教育してるからね。ねえ、リサ、なんだよ、こういう時だけ女どもは結束しやがって。サボってんの？雑巾どこやったの？ありゃいけね。じゃあ私はもう戻りますね。みーちゃん、お掃除まだまだかかりそう？みんな、おじさんを待っててくれてるわけ？余計な気使わなくていいって。まったくもか、仲間だろ。終わるまで待っててやるよ。レナたちも一緒にお手伝いできればいいのにね。ごめんね。だからいいって。今日ね、シオンの仕事終わるの待ってから久しぶりに沖宮の家に帰ることにしたの。だから本当に大丈夫。気持ちだけでも感謝するよ。あら、本当にいいんですの？なんだか悪いですわね。うん、なんか悪い気がするかな。この人は大勢いるから大丈夫だよ。風が冷たくなる前にみんな雛見沢に戻りな。わかりましたのです。お掃除ファイト王です。お、ありがとうね。じゃあケイちゃん、お嬢様方のエスコートをよろしく。
途中で死角に襲われないようにしっかり護衛するんだよ。よっしゃ、行こうか。その時の富田さんと岡村さんたらもうおかしくてたまりませんでしたわ。結局亀田も入江もかわいそうかわいそうだったのです。いやいや、しかし俺の演説もなかなかだったろ。あの時は店全体が俺の味方だったよな。時代と国が違ったらひょっとするととんでもない人になってたかもなのです。こんな口先男がですの？どこの国に生まれてもろくな人間にはならないと思いますでございますわね。あと100年も早く生まれていたらお札になっていたかもですよ。ケイチさんのお札なんてなんだか貧しいですわね。きっと200円札とか300円札とかそのぐらいの数でしたよ。今日一日本当に楽しかったな。うん。ケイチ君は？俺も最高に楽しかったよ。今日みたいなことが明日や明後日もあればいいのになってくらいにさ。それはレナも同じかな。今日のお店の中での時間だけが永遠だったらいいなって思った。おお、素敵なことを言うな。
いや、俺も同感だよ。でもね、ケイチ君、別に今日だけが最高に幸せってわけじゃないんだよ。私たちの雛見沢での日々は、どの一日だってかけがえのない大切で素敵な幸せな一日なんだよ。たとえ部活がお流れになっちゃって退屈な一日だったとしてもね。レナは大人な考え方ができるんだな。そんなことないよ。本当はまだまだはしゃぎ足りない。興奮がまだ冷めないだけなのかもね。ご一緒してタバコ屋さんで曲がってもいいではありませんの。豆電球が切れたのを忘れましたですか。豆電球がないと寝るときに真っ暗になってしまいますですよ。それは困りますわね。牧野さんの雑貨屋さん？ならここでお別れだね。これ以上行っちゃうとどんどん遠回りになっちゃうからね。そっか、じゃあな、リカちゃんにさとこ。また明日な。また明日なのです。それではですわ。ケイチさんにレナさん。今日はすっげえ楽しかったな。うん、すっごい楽しかった。あれ、ケイチ君具合悪いの？
すまん、お腹を壊したかもしれない。おとなしく休むことにするよ。ケイチくんもまだまだお腹の鍛え方が足りないかな。レナだって俺と同じくらい食べてるはずなんだぞ。一体その細っこい体のどこにあれが収まるってんだ。それはその女の子の秘密ってことで。じゃあな、レナ。また明日な。俺さ、前は都会に住んでたわけだけどさ。ん？こんなにも一日一日を楽しいと思って過ごしたことはなかった。俺、ひなみ山に引っ越してきてさ。きっと幸せなんだって思う。私も1年前に雛見沢に引っ越してきたわけだけど、こんなに楽しい幸せな日々を送れるのが信じられないもの。そっか、なら明日も絶対に楽しいな。そうだよ、昨日も今日も楽しかったんだもん。きっと明日だって楽しいよ。こんなにも毎日が楽しいと、なんだかある日突然転びそうで怖いよな。転ぶときはどんなに注意してても転ぶよ。だからいつ転んでもいいように思いっきり今を楽しむのが正解だと思うな。そうだな、今を精一杯楽しむのが正解だな。じゃあね、ケイチくん、おばさまとおじさまにもよろしくね。さて、レナはまだまだ遊び足りないから、うん、また宝の山に宝探しに行こうかな。まだ遊び足りないってのか。つくづくタフなやつだな。負けたぜ。どう？よかったらケイチくんも一緒に来ない？新しい山があってね、まだ全然発掘してないの。何かとっても可愛いのが見つかるかも。悪いけど俺はパスするよ。それになんだか雲が重たくなってきたみたいだしな。レナも今日はおとなしく帰宅した方がいいんじゃないか。こういう素敵な気分の日にはね、きっと可愛いのが見つかるんだよ。だからちょっとでも行ってみるね。
わかったよ。じゃあな。かわいいのがあったらぜひ見せてくれよな。でも別に、だからって家に帰れるわけじゃないんだし。Thank you.
Thank you.
イナちゃん。この間、映画とお食事に行った時、一緒だった人のことを覚えてる？秋人おじさんだっけ？ふぅ、お兄さんって呼ばないとぶたれる。レイナちゃんは秋人さんのこと好き？嫌い。いつもレイナのことからかうもん。それは大好きだからちょっかいを出してるのよ。バーベキューの時はとっても仲良くしてたじゃない。おお、たまには仲良しかな。ねえ、レイナちゃんはお母さんとお父さんとどっちが好き？お母さん。もしもお母さんとお父さんが別々のお家に住むことになったら、レイナはどっちのお家？お母さんね、お父さんと別れて秋人おじさんと結婚しようと思うの。
母さんね。妊娠してるの。
あなたの家には行きません。私の家は竜宮の家です。もうあなたとも会いたくありません。二度と呼ばないでください。でもね、レイナ、お父さんの方に残ったらこれからの生活。私のこと気安くレイナって呼ばないでください。失礼します。さようなら。Thank you.
ダメだ、レナ。不幸になったとか考えちゃいけない。私は幸せなんだ。幸せになるんだ。だから、絶対に幸せになれるんだ。